ピコスで、エウロパ国立公園は、スペインの国立公園。アステリアス州、カンタブリア州、カスティーリアイレオン州の3自治州にまたがっており、カンタブリア山脈のピコスで、エウロパ3階を含んでいる。IUCN カテゴリーは2。公園内の人口は約1300人である。氷河湖であるエノルコとエルシーナ湖は、道路でのアクセスが良く、多くの観光客を集めている。 これらの湖はコバドンガ古将軍と総称され、自転車競技のブエルター・エスパーニャでは、山岳区間としてコバドンガステージが設定されることが多い。コバドンガ古将軍の一つであるエルシーナ・コウエスカ県のオルデ・サイモンテ・ペルディード国立公園とともに、ピコスでエウロッパ国立公園はスペインで最初に設置された2カ所の国立公園の片方である。 1918年7月22日、現在の公園の西側である169.25平方キロメートルの範囲にコバドンガ国立公園が設置され、その中心はコバドンガ小将軍だった。1936年から1939年のスペイン内戦ではコバドンガ国立公園もひどく荒廃し、多くの野生生物が失われたとされる。 内戦集結後には、国立公園内で工業、カレス川とドブラ川の水力発電、材木伐採、漁業などの開発が行われた。1995年5月30日には、面積が646.60平方キロメートルに拡大され、現在のピコスで、エウロパ国立公園に改称された。2003年7月9日、ユネスコによって、 本国立公園の生物圏保護区の地位が承認された。ピコスデウロパはカンタブリア山脈にいくつかある生物圏保護区の一つであり、グランカンタブリアとして知られる単一の大規模生物圏保護区に統合されている。指定面積は646.60平方キロメートルであり、スペイン北部のアステリアス州、カンタブリア州、 カスティーリアイレオン州の三次地州にまたがっている。この地域を東西に長く伸びるカンタブリア山脈は、降水量が多く気候が穏やかなビスケー湾岸のエスパーニャベルデとスペイン中央部の広大な大地であるメセタを隔てており、ピコスでエウロパ山海にあるトーレセレードが山脈の最高峰である。公園内の最低標高地点は、 デバ川の標高75メートル地点であり、トーレセレード山頂とは2573メートルもの落差がある。カンタブリア山脈を形成した石灰岩の山海における氷河の侵食の影響が、本国立公園の特徴的な地質である。本公園を代表する種である、カンタブリアシャモア森林限界より標高が高い、部分にはこの土地固有の鉱山植物が見られる。 標高が高い部分はブナの森林に覆われ、標高が低くなるにつれて多くの森林が混じる。絶滅寸前のカンタブリアヒグマやイベリアオオカミに加えてヨーロッパオーライチョウ、ヒゲワシなど保護対象となっている多くの種が生息している。ピコスでエウロッパの代表的な種はピレネーシャモアや本地域固有種のカンタブリアシャモアであり、 高所の斜面には数千頭のシャモアが生息している。公園の周辺には漁師をかたどった彫刻作品が数多く存在する。スペインアイベックスもまた代表的な種である。ヨーロッパで見られるイタチ族の大半が生息しており、アスターコンの最後の南東化も生息している。猛金類ではエジプトハゲワシ、シロエリハゲワシ、ハイタカ、チューヒワシ、イヌワシ、ヤマワシ類、 飛び、中飛がいる。その他の鳥類にはクマゲラ、キバシオライチョウがおり、キバシリ、スノーフィンチなども点在しているとされる。ありがとうございます。